はい、こんにちは。寝起きのまえチャンネル、まえはらです。すいませんね。寝起きでちょっとね、目が腫れてますね。はい。ということで、今日はこちらですね。世界最小級ブロック、ナノブロックの雷門ですね。ナノブロックの雷門なんですけれども、以前からお伝えしている通りですね、これを作り終えたら、あのシリーズに行きたいと思いますね。あのシリーズとは、こちら、これですね。これもだ。ナノゲージ。こっちについに入っていきたいと思います。もうすでにね、購入済みですね。これは E5 系のセットでしょ。あとはこれ、E7 系もね、最近発売されたので、買っております。うん、あとは、上系のセット。そうだね。あとは上系の、こっちが駅のホームと、こっちが上系ストラクチャーベースってやつ、うん、これでね、かなり今までのナノブロックと合わせていい感じの上系ができるんじゃないかなと思っております。では今回はこの雷もとりあえず作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがナノブロックの雷門ですね。そうだね。結構ね、がっしりしてていい感じだよね、これね。エイジン君が持っても壊れない感じですね。で、ここにですね、これ人力車がついてますね。うん。で、こちら側にはしだれ柳。しだれ柳は本当にね、雷門の前にあるので、これね、ちゃんと再現してるってことになってますね。これいいよ。うん。そうだね。それで雷門なんですけども、正式名称って風神雷神門って言うんですよね。で、表面はね、雷門ってなってんだけど、これちょっと裏返しすると、ここに風雷神門ってこの略されたやつが書いてあるんだよ。え、風雷神門って書いてあった。そう、これちゃんとね、あの実際の雷門を再現してる。再現素晴らしいよ、これ。今度エイシン君雷門行くんだってね、うん、楽しみだね。これ先にナノブロックで見れててよかったね。そうだよかったよ。画面から見て右側のこの奥の茶色い、これが風神様で、こちら側が雷神様ですね。左側がね。そうなんだ。うん、そうなんだよ。こっちで鬼だと思った。うん、神様だよこれ。うん。うん、まあ、鬼みたいな顔してるけどね。うん、実際行って見てきてください。はい。はい。はい、ということで、ね、ナノブロックの造形シリーズこんな感じで出来上がってきましたね。うん、造形自体は5つしかないんだけど、うん、あの基本的にはですね、日本の風景を集めたつもりです。うん、ただちょっとこの、ね、一番最初に作ったスペースセンターだけ日本じゃないけど、うん、まあ、これもちょっとパパ好きだからさ、日本に置いちゃうっていう感じでね。うん、なのでこれでついにですね、次回からはこちらのナノゲージに入っていきたいと思います。うん、はい、ということで今回はナノブロックの雷門でした。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね、高評価をお願いします。そしてですね、質問やですね、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがありましたらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はですね、マイチャンネルほぼ毎日更新しておりますので、登録していただけるとですね、動画登録欄に出てくるのでですね、ぜひ登録の方もお願いします。